ハインケル HE274 本機を描いたイラストハインケル HE274 は HE177 の高高度版として第二次世界大戦中に設計された4機のエンジンを備えた爆撃機である。ドイツ空軍では通常改良型はオリジナルの機体番号に100を加えた番号が振られるが、しかし HE277 は すでに1943年の9月に開発が始められた HE177 の4発型に割り振られていたので別の番号が割り振られた。1943から44年の冬の間にウィーン近くのハインケルの南部工場で HE177A に新設計の翼をつけた試作機が4機製作された。HE274 と HE277 の大きな違いは、HE177 が2機の双子エンジンを使用しているのに対して、HE274 は、TK11 バイト排気タービン下級機付きの4機のエンジンを搭載、胴体の拡張と新型の翼、2枚の尾翼、一般的な主脚に2個の車輪が出る、独特の構造だったが挙げられる。 HE274 のオリジナルのデザインは1941年11月10日に設計された HE177A-3 の高高度型の HEHE177H である。HE274 は排気タービン化給機を装備したため双子エンジンは不要になった。また HE274 は4名乗員の余圧キャビンを装備していた。 このキャビンは高高度でも高度2500メートル程度の気圧を保つ能力があった。防御武装として前方に 13mmMG131 機関銃、背部と腹部に 13mmMG131 機関銃を連装した遠隔操作の銃刀を装備している。HE177 の発展型の最終的な発展型として、 HE177H は想定されていたが、設計しているうちに各パーツの互換性は失われてゆき、最終的に HE274 の名称で再設計されることとなった。1941年ハインケルは他の緊急のプロジェクトに没頭しなければならなかったため、HE274 の設計はフランスの創フに委託された。 HE274V1 と V2 の2機の試作機の製作はフランスの政府が行うことになっていたが1943年まで着工されなかった。1944年7月 HE274V1 は飛行試験の準備ができていたが連合軍の進出によりプロジェクトに関わったハインケル社の人間は避難を余儀なくされた。その時 細部の死傷のために飛行試験は遅れており、機体のドイツへの輸送は困難と判断され、ほぼ完成状態にあった機体は破壊されてしまった。比較的破損が少なかった HE274V1 は、連合軍が占領の後に修理を行った。HE274V1 は修理され、OSHA と名称を変えて、フランス空軍の手により研究用の高高度飛行機として、 数年間運用されていた。HE274V には結局は TK11 排気タービン化気器を備えて、オスレ HB の名称で完成され、オスレ HA の2年後に初飛行を行った。オスレ H は2機とも完成し数多くのフランスの初期のジェットエンジンやロケットエンジンの試験用の母機として使用された後、1953年の後半に解体された。 ありがとうございます。